魚的な感覚で、しかし岸がじゃ切るんけど、つなぎもやばいマジで鉄板で切るようなと思うんだけど、でかない、ちっちゃいやついっぱい作ってるって言ってくれる、足りんぐらいのがいい、足りんぐらいのがいい、あちょうどいい、余るよりな、いやいや、じゃけ俺は絶対これ余るんやけどって言ったら食べきれないな。これが2位使っちゃう、なかなかぽいやん、なんか焼き鳥屋さんぽいやん、気持ちよくない、初めて、何がいや、バイトで刺しちゃったけど、何年前、バイトか、何年前の話か、切るのも切るのはね、店長が切っちゃった、あそれを刺すし、切り方違う、刺し方あるよね、いや、あそれはあれによってある、モードとかも適当だと順番こうしてね、なんか、せせりとかさ、あの辺はなんか、さあったけどね、ぼんじりとか、ちょっと進んでる、できれば大きさはちょっとなんか見てねとかさ、なんか大体均等で切っちゃったけど、マーティこれ何個するの、うん1本、5円なかなかええじゃん、時間かかると思う、焼き切るの火力大きかったら、いや、炭火焼けね、だいぶ時間かかるよ、多分取って、作ったら、これ実質になっちゃう、逆にしますよって、逆にしてもあれか、入らんと、もうあれです、窓口じゃないです、大丈夫、いける、3本ぐらいでいい、3本や、いや、多い方やる、多いここ もっと邪魔やったら捨てられちゃう、あ、まあ、確かに、途中で絶対にこれ面倒くさくなるパターンですよ、ちょっともう飽きてる、オッケー、なかなかいいね、余計だ、あとは出発するのみ、しっかり焼き肉のタレが欲しいんです。いやー早い、やっぱ4人いると早い、一瞬で終わった、よっす、いや完全にまだ使い捨てない、なんやろね、見てください、使えないやろ、
完璧。システムどこに置くんこれ書いてる白のところに行きましょう。これ何これ書いてると思うあやっぱ3回目となるとスムーズに、まあ、ゴンゴン回してもいいと思うよ。後ろ飛んでるこれはもうこのエリア一帯に巻けばバリアがあればいいですよね。そう、本当そういうやつって書いてあるんこれでええんかな。さっんこの中入れるんやないんちゃうん。そいつの上に置くんじゃないですか、ね、んでもなんか絵的にはこうなって白い上に網を置いて、あー、確かに、うん、違う違う、こうやないんだよ。絵的にはこうなっちゃう。え？結べそうか。ではいいの。絵的には。絵的にはこうじゃない？ん？いや知らんけど。絵的にはこうじゃない？でも白いやつ焦げないですか？いや焦げていいんやない。分からん。で絵的にこうじゃない？職人になったね。まあいいか。まあいいな。職人だ職人やな、うん、新メンバーさせてぃー初仕事からやったあ、自己紹介新人、新人31歳あ、ちょっと待ってここの一辺に巻き散らして後ろから前にしてこっちじゃなくてそういうのはいいから違うんでもうこれもうこれ、これにも一体にもういいね、マーキングでもマーキングショット書いちゃうの取りまーす、はい、虫除けちょ白くなったから。領域展開。領域展開。領域展開。ジン。危ねえけどマジで。まあ、適当なタイミングで取れば。じゃあコーラないや。適当なタイミングでいいや。あもう。好きなタイミングでお任せします。はい、今でよかったね。エッセーエッセーあ、マスクあ、どうもマジでお前ので今よいしょ始まりましたね。始まったね。初めてでしょ。自分もそういうキャンプっぽい椅子欲しいな。キャンプっぽいかな。そういう姿が超好き。よいしょ。嫁が買ってくれたいい椅子です。はい、焼いてよ。いいよ。入れちゃって。あ、なんか油欲しかったね。これ引いた方がいい。あ、いや、あれがある。牛脂をこういったから。牛脂やって。いいね。いや、お前がやるんや。はい、わかりました。はい、わかりました。牛脂そこ
こあるよ、あのオリーブオイルの袋の中に何も見えない。急に暗くなって、急に暗くなってきたね。ちょっと前のもあるやね。ちょっとですね。え、なんかこれめっちゃいいやん。どうもやろみたいな。ちゃんとね、見ました。オリーブオイルは大さじ4杯でいいです。こんな感じでどうでしょう。お、いいや。皮フライパンじゃないのできんと思う。いやでも少し刺身になったら。あ、じゃあ皮ちょっとこの辺に置いて。じゃあボンボンいっちゃいますか。あ、じゃあ皮ちょっと俺隠して、端っこの方でやる。これクレー。あ、でっかいやつ。いや、そこになんかやっとったやん。その間に挟んじゃったり。広いですよ、ね、もうめっちゃいいやん。意外といいやん。意外と火通らんかもしれない。全然結構時間かかるよ。逆にいいんかもしれんね。そっちは油引いてないけど、まあ皮の皮から油出るから、ね、大丈夫。結構重たい。どこやってください。いや、ダメか。ちょっと変わってください、変わって。これ、口ぶち熱いです、マジで。熱いじゃん。触っちゃいけん、マジで。触っちゃいけん、マジで。熱い。変わってないやつしか触っちゃいけん、マジで。危ない。あー、それ熱くなるの。くっそ熱かった、マジで。まあ、それはすごい。一瞬で熱くなるの。なんちゃったよ。やばいね。めちゃくちゃうまそうなんやけど。いいね。すごい。あれ、ない。いや、お前が持っとるって言ったんじゃん。ちょっとライト消してもらって。切った方が、ああ、切った方がいい。ああ、暖色だね。いいね。いいんやけどさ、いい、焼け目が見えんだよね。まあ、カメラはそっちの方がいい、こっちの方がいい。でもまあ、そんな常時取らんやろ。うん、塩、ソルト。そうそうそう、ソルト、ソルト、ソルト、噛んだ。もこみち、もこみちソルト。やったよ。あ、ごめん、ポップあった。あった、あ、じゃあいいや。それ吸引のやつじゃないの。はい、吸引。あ、ちょっと自分の吸引がなくなった。吸引コップやろ。あった、ガイン。いいね、ガイン。全部もう振った方がいいね。じゃあ、行かせてもらいます。振っちゃって。あ、取れない、取れない。あ、これ高い高い。ツッコミの雑さよ。辛いぐらいね。もう一個の岩塩は、もう一個の岩塩はね、そらそらほんとね。あるのはあるあると思う。ピンク岩塩が あれ何でしょ。いや、変わらないっすよ。わかんないっす。あの、出生地が違うと思うんです。あー、そんなもん。あれはヒマラヤじゃなかった。豚食いたいんや。豚ね、俺も食いたいんやけど。あっち豚多分焼けるの早いけど。これあー、これとか鶏粉はいい。これもやってよ。お、はい、ワイド。あ、行きましょうか。お願いします。はい、これ食えるやないか。タレにします、皮にします。ん、タレにします、皮にします。どういうことですか。もう一回お願いします。タレにしますか、皮にしますか。じゃあ皮で、皮で。あ、いいや。しかも2本です。2本負け。あー、最悪。せっかくそこまでこれ食っていい。ええよ。ちょっと食ってみる。どう？味し。味がしんない。全然かかってなかった。ちょっとすいません。あ、いいっすか。どうぞどうぞ。まあ、どうすなら。どうぞお願いします。はい、一発目です。あ、ライトライト。なんでないの。あ、でもうまいわ。うまいわ、俺の歌さ。うん。下手な。ミーや。どっちがミーの入ってますから。ミー入ってる、これ。ミー入ったっすよ。あの、炭が、炭なんじゃない。あ、でも、ね、なんだかんだうまいわ。おいぴー。新しい。まだしっかり入れた方がいいかもしれない。いや、絶対中焼けてない。もう結構熱いけどね。表面はあれかもしれない。中に火が通らない。いいっすよ。やっちゃって。
しょうよ。そんなしょうしょ。ああ、そっちですか。そっちですか。バスですね。ああ、ごめん。自己中。自己中です。仕事。あ、来た。いいね。取れてる、取れてる。あ、いいね、いいね。あ、いいね。取れてる。高血圧。あ、いいね。高血圧になっちゃう、そんなんだよ。遠いみたいな。遠い。ヒムロックやんけ。ヒムロックみたいな。あ、舌うまい。テテテテンテテテテテン。それ。テテテテンテテテテテテテン。これペガサスマンたちが歌った。テテ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 テン。テレレ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 テレレレレレテテテテテテテン。終わっちゃうやん。デデデあった。テレレ。これ多分一番いいと思う。この焦げ具合とか。なんかもうへこんでいってない？金取るよ。へこんでいってない？網。まあやっぱ一緒だよ。いや、そうだよ。くれるね。だから。5点かもしれないね。こっち？焼けてないやん。それかもうさ、こう取ってさ、意味ないけど。いや、やっぱ串で食いたくない。もうこっち。いや、うちやっぱあの串で食べてもらうから、もっとね。さあ、すいません。申し訳ないです。生はいただけんすよ。あ、すいません。しっかり焼かせてもらいます、ね。はい。五穀の着用はよしでお願いします。わかりました。はい。これもういけるやん。一応。いや、食ってみて。食ってみろ。どうぞどうぞ。食ってみて。はい。いや、食ってみて。いや、熱いやん。熱いでしょ。熱い。そっから、ね、ちょっと触ってみて。なんかキッチンペーパーとかでさ。いや、無理だよ。だいぶ熱いよ。食ってみて。食って聞かせて。食ってみて。私はみんなゲロがしょ。あっ。ちょっとここやったらいけるやん。なんか指挟むかもしれない。いや、熱いです。いや、これ熱いわ。練習できる。じゃあ、いきまーす。中身ダメよ、みたいな。あ、そっか。食ってるとダメとも入ってた。また入ってた。わかる？食ってさ、ちょっと半食いして。半食いして。東京行った時さ、二人とも腹壊した。どうしようか。どうしようか。名前やけど。多分いけると思う。半食いして。え、根元の方がやばいかも。どっちかって。あ、いけるいける。ちょっと見して見して。あ、全然いい。焼け蝶や。いいね。それが焼け蝶だけかもしれんけ。うん、全然いってるけど。それを言い出したらもう。でれれれれれ。でかっ。でかいね。これ焼き肉って言っちゃうんですか。それでも言っちゃう。いや、で、1個ずつ食えば。あー、うん。うん。これ、取れだか。うん。うまうま。あー、ダメだ。うまうま。うまうま。うまうま。これ、100円。あ、いや、これ、これ。取れだか。いいかね。あれはいる？ネギマ。ネギマいいね。あ、ネギマ食いたいわ。もっとかけてんやね。もっとないです。いや、俺ら3倍かけろっすよ。やっぱ今やっぱタレがいいね。タレがいいね。俺もタレがいいね。いや、俺塩派やな。俺タレだよな。食うわ、初めて。うまいわ。まあいいね。うまい、マジでうまい。うまい。うまい。手作りやってうまいのかな。まあ雰囲気悪いでしょうね。雰囲気8割かな。いや、じゃあどうしようね。いただきました。ご縁はもう込み。やった、採用された。豚バラいいね。めちゃくちゃ風下こっちやばい。ネギマ美味しい。てかこれめっちゃ美味しそうなんやけど。どれこれ、なんかコーヒーとかやつ、うん、いやいや、これ焼けたらうまいやつや。いいね。うまいやつやん。美味しい。この体勢いい。これ食えますよ。これうまかった。あ？熱いね。これ熱い熱い。あう！採用。今のよかった。採用。いや、すごいな、これは。これはいいっすね。ジューシー。なるでしょ。これだと食えるよ。
あ、これ歯溶けるわこれいけるかな。これよう食えたね、すごいな。夏ネギマンも食えるやろ、うまい、うまい、いただきました。豚バラ、うん、豚バラ一番うまい今のところ。うまい、一緒だよ、もうバラ食いてんの、うん、うまいよ豚バラ。ちょっとおかげいいですよね、うん、めっちゃかけてんじゃん。あ、その豚バラはこれ焼け、いいよ、これもね、焼けちゃうよね、ネギマン食べれるもんね、うん、ネギマン食うした。これ、あ、ネギマの良さが1位、そのネギのなんかネギ感が、あの今とかたまんあの肉にね、すっごいうまい全然聞き取れない。美味しいかも。チャチャチャラチャ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 。カラカラ。ハイボール飲んで。ハイボール買ってないですよね。ハイボール買ってきて。タンブラーあるけど。もうこれ。いい長いの。この印籠が目に入るんだ。音なし。炎ないもんね。炎。やっぱ木が一番いいな。でかいな。早いマジで。トングあります。あります。どう？ある。どっか行った。川があるよ、川が。あ、俺いらんくない。あ、そう、これ取る、やばい、燃え尽きて、燃え尽きて、え、いや、わかんないですよ、今の新曲オリジナルマイナー、うん、ナオンセール、マイナーどころじゃない、ナオンセール、あっち、どう、何を、何をする、切ろうとする、いやいや、刺そうとして、食べるのでさ、さ、いいかば焼きの、かば焼きさん食べて90円かば焼きさん、うまいよ、わーちゃい、すげー響くね、こんな響くね、ふわーんってきたんですよ、優しく、優しく、ふわーんってきた、ラインみたいな、うん、ラインってきた、スタンプ、スタンプが押収されてる、あ、そこに出してあれ、何なんだろう、ラインってくるやつ、お、最近水張った、体が、おわ、吹いても吹いても水弾くんすか、若かったね、水弾く、吸収していくんだ、あのね、おばあちゃん皮膚がカッパそうね、カットしてくれよ、うん、なんでもうやる、ボディスしていただきたい、おいお尻拭き、お尻拭き、あ、めっちゃ切れる、あ、確かにめっちゃ切れるやん、これなんだ、そんなやつ投げる、なんなんこれ、投げない、これあれか、お前ハンターハンターに出てくる、ベンズの中二型どこか、その形状何倍だ、120万で売れるやつか、切れるやん、すごい豪快な切り方、
超一の食べたかった。マジで。これ美味しい。もっとあったよ。お、いいんじゃないですか、ぼちぼち。オッケー、ぼちぼち、ぼちぼち、ぼちぼちくん。ドラカエル。サラエル？あ？ドラカエル。あ？なんで？何を言うの？ちょっと待って、俺だ。前は入ってた。何が分かる？それは何だラッテ。普通のふざけっす。焦げこるな。ん？いやそうなんですよ。若干焦げちゃう。ここ。目当たらないですか？ベーコン。あとで食べる。もう一個。あとで食べる。もらっていい？健康になります。最後ちゃんと戻る。ない。左の止まんない。火花の止まんない。ライター。ライト。面白い。アメリカンか、京都か、じゃあどこかこれ。これは分かんない。ブラジル。粉ない。うん？粉ない。ああ、全部違う。全部粉ない。全部サウザない。どれがいい？どれやったらあれがいい？どれ？あるけど、もったり3種類ってことでしょ。あるよ、あるけど、もうこれちょっと古いやつ、古いやつ使いで、ブレンド製、ブレンドしちゃう。じゃあブレンディーでいこうか。ブレンディーでいこう。ブレンディーでいこうか。ブレンディーボトルコーヒー、ブレンディーボトルコーヒー。めっちゃこぼれよ。これどういうこと。システムが分からんないけど、貴重なブドウ。あ、出る出る。お店ってどっちかってでしょ。3つ入れてもダメ。そもそもお湯が全然沸騰してないけど、だし汁出てるぜ。グシ。いや、ちょっとそれ、ちょっと待って、2本で長い。ああ、落ちる落ちる。長いだね。いや、下にやった。お湯をね、この中に入れてほしい。はい、じゃあいいですか。あダイブ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 。お前、こわー、もう入ったやん。入らんように今頑張りよったのにさ。ちょっと、持ってもう、はい。あう、
すべて水の泡。おい、うわお。いや、これどうすんの。沈殿そうになっちゃった。なんかコスしかないでしょ。すくって飲む。え、まだ入れれる。何の意味も出してない。これ多分めちゃくちゃ薄いですよ。これ多分お肉に薄ってなんだろうね。どんな作り方なの。はい、氷。はい、これやけどするよ。はい、はい、ちょっとね。おー、斬新すぎる甘い。何回もこすことによる下痢にしか起きない。はい、あ、レンズが出てる。お、いいやん、いいやん、いいやん、味出てるよ。コーヒーではないな、なにこれ。ラーメンでコーヒー作る。醤油。じゃあ醤油も。チャップ、チャップ、チャップ。もう一個ある。ジムの表面のさ、粉が取られた。これ一番やばいやつ。これ一番やばいやつ。耳持ちる耳。両サイド。あ、そうそうそう。ちぇ。落としたら終わる。落としたら終わる。アチンス。兄貴アチンス。お前で。うん、いいよ。こうやって言ったらさ、上積みのさ、あの、漏れるやつがこう、取れるよ。ああ、じゃあいいやん、やるわよ、何回も何回も。そのあれやろ。いや、違うやろ、上に残ったあれやろ。粉が取れて、このフィルターで除去される。でも結構いい味出てる。まあ、多分。ごめんくはないと思う。多分。まあ、そこは飲んでみてくれないな。だって色はもうちゃんと。だから、こいつを捨てずに、さらに作って、こいつを通してる。ああ、なるほどね。ああ、これこうやって、こうしとってる。いや、いやいや、ダイレクトにってこと、なんか。確かに、賢い。いや、本来の使い方ですよね。正解。確かに本来そうやな。賢いも何も。冷静にさ、正論言うのやめてくれ。すごいバカっぽくなるやん。だってこの色おかしいですよ、もう。美味しいコーヒーの出来上がり。ヒュー。じゃあ本番いきます。どんぐらいすくえばいいか分からない。腰具合が、腰が落ちてきた。いい感じ。三種のブレンドコーヒー。果たして。お
味わいカニ。これでも大丈夫かもしれない。そんなよ。じゃあ、朝のコーヒー。ブレンドコーヒー。これマジで。あ、分かった分かった。薄くはないと思うけどな。すごい。まあ匂いも悪くない。じゃあ、微妙に遠いと思うんですよ。微妙に遠い、絶妙に遠さ。ソーシャルディスタンス。はい。すごいね。はい。あ、まあちょっと薄くはない。あ、今回濃い、薄い。あー、いい。悪くない。あ、4人で違うんじゃない。ま、味はちょっと違った。あ、いいわ。悪くないよ。味わからんけど全部しびれてる。